さあ今日はこれから国立競技場の東京ヴェルディ1969対ザスパ草津の試合をお送りしてまいります。曇り空なんですが気温が16度、湿度が 54%、 非常にしのぎやすいと言いましょうか、心地よいお天気になっています。まあ、この中で開幕を迎える、まあ、その緊張感も伝わってまいります。さあこのゲームなんですが、この放送席解説ご紹介をしたいと思います。解説は昨シーズンまでコンサドーレ札幌の、まあ、指揮を取っていらっしゃいました柳下正明さん、そして実況上野明です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。柳下さん、やっぱりこの開幕の緊張感、独特のものがありますね。そうですね、お互いどうしても勝ちたいという強い気持ちがあると思うんですね、うん、はい、ただその陰に負けたくないという気持ちも持ってると思うんです。あ、ですから勝ちたいという強い気持ち、そっちの方が、前面に出ればいい結果が出るのではないでしょうか、はい、そうですか。さあこの J2 なんですが、昨シーズンの最終結果です。確認をしておきましょう。横浜 FC、 柏レイソル、ヴィッセル神戸が昇格を決めました。まあ、そしてこの東京ヴェルディが第7位です。で草津が12位という、まあ、ですからヴェルディから言えば第7位はもうかなり想定外ですよね。そうでしょうね、どこが良くなかったですかね。ゲームの中でリズムをこう崩してしまうと、はい、持ちこたえられないという、あるいはいいゲームやったら次また、いいゲームできずに波があったんですね。そうですね。さあこの両チームなんですが、昨シーズンは4回の対戦は2勝2分けのヴェルディ、ただ第3クール第4クールでは草津が 1-1 の引き分けで終わっているわけですね。はい、草津の選手たち非常に粘り強く最後まで諦めないという、はい、プレースタイルを確立しましたし、奪ってから早い攻撃というのもチームとしてできるようになりましたね。それから草津は昨シーズンは神戸にいきなり開幕で勝っていますから、はい、今日もやっぱり侮れないというチームですからね。そうでしょうね。さあその東京ヴェルディ1969ですが、これが移籍です。入ってきた選手がご覧のような豪華な選手が入ってまいりました。柳下さん、はい、なんかやっぱり魅力ありますね、こうメンバー見るとね。本当に J2 オールスターと言ってもいいですよね。はい、この中で特にどの選手、はい、先ほど言いましたようにヴェルディ昨シーズンそのバランスを崩したりリズムを失った時にコントロールできなかった、そういう意味で七海選手中盤に入ったことによってヴェルディ本来のリズム作るだろうし、悪い状態になった時もゲームコントロールということができると思うんですよね。なるほど。ということは昨シーズン大波小波があったけれども、はい、今年は七波なわけですね。そうでしょうね。じゃあ普通に言ってくれれば普通に勝てるということでしょうね。そうでしょう。うん、さあその東京ヴェルディ1969なんですが、ラモス監督、そして大野、それから七海選手、この辺に話を聞いております。ご紹介しましょう。いつも自分たちの力出し切れればなかなか負けないと思う。相手は甘く見たら痛い目あるぞ。それだけです。新しいヴェルディのまたお披露目になりますよね。まあね、昔の近いヴェルディみたいに戻ってるんじゃないかなと思ってますけど、そういうサポート早く見たいんじゃないかな。楽しみです。まっすぐうまくいくと思わないけど、順調順調で、順調来てるし、これからもスススススス試合やって、みんなもっともっとヴェルディらしさができるんじゃないかなと。対戦相手が自分の出身の県なので、まあそれはそれ楽しいです。やっぱチームとしてはやっぱ J1 昇格しないといけないと思うので、まずそこですね。まあ、個人としては去年2回手術したので、まあ健康であればいいなと思います。まあいつも開幕を迎えるにあたってやっぱり最初のゲームというのは非常に大事だと思うんで、まあ、その辺の心構えというのはね、常にこう引き締めてやっていこうと思ってるんで、まあ、やろうとしているサッカーはそんなに難しいことじゃないんで、まあ、みんなの意思の疎通を揃えるということと、まあ、あとはその各々の局面局面で個人の能力を 100% 出し切るっていうことが大事だと思うんで、若い選手ほど体が動かない分、とにかく頭を使って声を出してみんなを引っ張っていきたいなと思います。まあ、1点2点先に取れればゲーム展開というのは、ね、非常に楽になると思うんですけど、まあ、そうじゃなく膠着した状態であったり先に点を取られたりしてしまった時は非常にメンタル的にも追い込まれると思うんでね、まあ、その辺をうまく
ゲームの中でケアできればいいなと思いますけど、ね、とにかく目の前の1試合1試合にまずコンディションを合わせるということと、チームが求めていること、この先その J1 までね、つながるようなそういったパフォーマンスができればいいなと思います。今年が13年目、まあ、初めてこのユニフォームを変えての登場になります。並び期待をしたいと思います。さあ、その東京ヴェルディですが、スタメンご紹介をしましょう。このフォーメーションの図を使って紹介したいと思います。まあ、親というところもあるんですが、キーパー高井です。そしてディフェンダー右から福田がルーキーですが、スタメンで起用されました。土屋、戸川、そして、服部です。それから七海、ゼルイス、中盤ボランチになります。右に大野、左がディエゴ、そして復帰、そして今日はスタメンフォワードが船越ということになりました。これ柳下さん、はい、福田と船越が親というところですけどね。はい、そうですね。はい、福田選手は攻撃に入った時に、ゴール前まで行ってクロスの精度が非常に高いという選手なので、ラモス監督もその攻撃に関して期待しているのではないでしょうか。なるほど。それと同時にそのクロスに対しての高さ、はい、船越選手ゴール前での、ね、プレーを期待していると思います。吉原、富澤、永井、佐藤、井上のこの交代もあるかどうかも、まあ、注目をしていきたいと思います。グラウンドにサポーターがもちろん今年は、まあ、何が何でも J1 昇格、まあ、そのため の, この移籍という、まあ、補強だったわけですから、まあ、J1 昇格を信じてそしてこの開幕を迎えたということになります。東京 の, この国立競技場、まあ、そういった意味の緊張感は、まあ、我々放送席にいても本当こう感じるわけなんですが、まあ、それぞれの選手も、まあ、いろんな思いってやっぱり柳下さん持ってるわけですよね。そうですよね。でそのトレーニングをして、そして今日がベストの状態で臨む、これが最もいいわけなんですが、はい、多少やっぱりベストの状態で臨めない選手も出てくる、これはしょうがないところでしょうね。まあ、そうですね、うん、先ほど言ったように、はい、その負けたくないという気持ちが、うん、強く出てしまうとミスを恐れてね、うん、逆に小さくなってしまうんですよね、プレーが、はい、そうするとそのダイナミックなプレー、思い切ったプレーがだん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 出なくなって、前へ進む、前へボールを運ぶということができにくくなってしまうから、その選手が今出てまいりました。並びが一番最後に入ってまいります。まあ、それぞれの顔を見ておりましても、やはりこの開幕の緊張感、今柳下さんの話があったように勝ちたいという気持ち、はい、そしてゲームが始まって当然どう展開するかわからないわけですが、もし失点が先に来ればやっぱり同点にして時間が迫れば引き分けていい、いろんなこうやっぱり要素が出てくるわけですよね。そうですね。まあ、しかし並び選手が言っていたように、やっぱり先制点の持つ意味は違うわけですね。そうですね、うん、先に点取った時には、はい、その落ち着いて自分たちのプレーができると思うんですよ、さあ、そしてこれからその、まあ、キックインセレモニーというのを石健さんが行いますが、うん、そして今大きな拍手が沸き起こりました。まあ、一つ一つのこういった仕草にも、まあ、なんというか開幕、いよいよ2007シーズンが始まるんだという、まあ、そういった緊張感が伝わってまいります。さあ、アウェイのザスパクサス、こちらもメンバーをご紹介しましょう。ご覧のように今肩を組んで、そして、まあ、おなじみのこの記念撮影という、まあ、ここから入っていくわけです。そしてそれぞれがこれから各所初日ということになりますが、キーパー本田です。ディフェンダー右から佐田、そして、田中、千佳、松下です。そして中盤には桜田、鳥塚、山崎、そして桑原、トップ下、そして高田、松浦というこの2トップになります。 4-4-2 のシステムを組んでまいります、このザスパクサス。そして時澤キーパーです。尾本、中井、後藤、宇治原がこの控えの方に入っています。植木監督もある意味では真っ向勝負を挑むのか、あるいは奇策めいたものがどこかにあるのか、まあ、その辺は注目になります。今ご覧のように、まあ、いわゆるこう清掃ですよね、やっぱこう開幕の中で、雰囲気が醸し出されていますが、ラバスリー監督が今入ってまいりました。しっかりネクタイをつけています。いろんな思いがおそらくこの頭の中をよぎっているはずです。
昨年のもちろん反省もありました、まあ、それが今年のこの補強につながっているわけなんですが、まあ、それぞれの個々の能力はこの J2 にあっても柳下さん間違いなくトップクラスですからね。そうですよね、一人一人でその局面を打開する力というのは十分持ってますからね、その一人一人がチームとして機能したら、もう間違いなく J1 いけると思います。なるほど。さあそしてエンジンが今組まれました。まもなくキックオフです。東京ヴェルディ1969への応援をよろしくお願いいたします。東京ヴェルディ1969、そしてザスパ草津、2007シーズンのこの J リーグディビジョン2の開幕です。その生まれ変わった東京ヴェルディがどんなゲームをして、そしてまずこの初戦を勝ってくれるのか、かなり大きな期待が寄せられます。ラムスリー監督です。そしてこのナナビの補強です。一つ大きなポイントを握りそうな今シーズンのこのナナビです。そのヴェルディがやや攻めていこうというこのスタートになっていますが、今ボールがタッチライン割りました。ナナビが追っていきます。解説は柳下正明さん、リポーター高井清香、実況上野明でお伝えしてまいりますが、さあ柳下さん、はい、まずおそらく今ボールを持っていきますが、風紀、そして中井哲学シュート、もう一回いった、決まった決まった、いきなり来ました。船越ベルディが1点の先行、なんとなんと早い早い1点です。始まったばかり、東京ベルディが先行しました。いやこれもサッカーですが、柳下さん、はい、いきなり来ましたよ。そうです、まあ、スローインからのボール復帰受けて、地下を振り切った、あそこの体をぶつけながら突破するっていうのはもう、はい、ものすごいものを持ってますからね。このスローインから復帰、そして前を取って折り返して、そして船越、もう一回今度は左足、落ち着いてましたね、シュートね、素晴らしい。ただラモス監督の表情は決して笑顔を見せないという表情ですね。でも内心は本当に嬉しいと思いますよ。上野さん、はい、ゴールの瞬間は笑顔でベンチを飛び出したんですが、すぐにキュッと表情を引き締めましたね。まあ、監督はそうでしょうね。そうですね、はい、さあこの1点がまた一段入ったわけですが、ベルディにとってどんな1点か、あるいはその1点を取られた草津がどういうふうに展開をするか、まあ見どころを話していただく前にも始まったわけで1点が入っちゃったわけですね、はい。スターズの最終ライン、はい、先ほどの4枚だったんですけど、ね、今見てると3枚で、復帰に地下が、はい、マンマーク気味についてる感じですね、ですから松下あたりはこれやや前に上がってますからね。そうですね、まあ、予定ですと佐田、田中、地下、松下のフォーバックと先ほどご紹介したんですが、多少変えてくる可能性あります。と同時にやっぱりもう1点失ったわけですね。そうですね、これでまたフォーメーション、はい、選手の配置を変えてくるかどうか。そして今トリーズがリベロの位置に入ってますよね。そうですね、うん、だから松下がボランチの位置に入ってると思うんですね、まあ、ですからすでにその辺でもう姿を変えているこのザスパ草津になりますが、ここはクリアボールになりました。まあ、この福田、土屋、戸川、そして服部ですが、まあ、これも非常に、まあ、守備という点でも相手を厳しくマークする、まあ、そういった守備になります。昨年はやっぱりこの守備の破綻というのはありましたよね、はい。さあ長いボール1本出ました。突きが行きます。ここはキーパーです。キーパー本田が捉えています。上野さん、はい、では両監督の試合前のコメントをお伝えします。はい、まずホームラモス監督、東京ヴェルディ1969ラモス監督、植木監督のことだから何か策を練ってくるかもしれないねと、でも相手は関係ない、自分たちのサッカーができれば勝てる、去年との大きな違いはグラウンド内の選手たちの判断力ですという話をしていました。まあ、確かに柳下さん、はい、まあ、ベルディはこの補強選手を考えてもやっぱり自分たちのサッカーをすれば負けるはずがないという気持ちは当然ありますよね。そうですよね、相手に合わせるというよりも、はい、自分たちのプレーをすると、攻撃守備ですよね、はい。上野さん、はい、そして一方ザスパ草津、植木監督です。今日の開幕は特別な試合になる、ベルディが強いチームなのは分かっているが一泡吹かせたい、はい、今日のやり方は2節以降の戦い方とは違うやり方をしていきますという話、まあ、この鳥塚選手が3バックの真ん中に入ることなどを、松浦返しますが、ここは5番のゼイルイスが行きました。という高井さん、
確かにもうすでにそのシフトを変えてるわけですもんね。そうですね。ただ、上監督ちょっと悩んだ表情は今していますね。さあここはしかし草津のチャンスになります。コーナーキックを得ました。まあ、ただ取られたのは確かにショックなんですが、柳下さんまだ始まったばかりですから、ね、まだまだ80分ありますから、さあコーナーキックになります。まあ、ここでどういう形で、まあ、ゴールを狙っていくのかですが、ご覧のように9番の高田がいます。そして千葉が入りました。松下がボールを蹴ります。松下からキーボールはファーへ持っていきます。ここはキーパーです。高めに当たりました。非常に安定したゴールセービングになりますが、キーピングになりますが、まあ、昨シーズンも40試合です。去年は実は高木が1点取ってるんですよね。キーパーなんですが、そうなんです。さあそしてここはまたベルディのボールキープになります。ここからゆっくり回していきます。七海はもちろん中心、そして10番のディエゴ、昨シーズンは柏レースでプレーをしていました。七海からいいボールが入っていきますが、落として、さあこのチャンスなのか、中には船越がいますが通りません。当然味方としては柳下さん、まあ、ベルディは当然攻めてきますよね。そうですね、どれだけ押し込めるか。復帰から船越落としてチャンスシュートと惜しい惜しい。最後ディエゴ行きました。ベルディとしたら押し込む時間帯というのは長くなると思うんですよね。その時に最終ラインあるいはボランチ含めて相手の残っている選手をきっちりマークしておいたらカウンターも怖くないですから、その辺のバランスをしっかりやることが大事だと思います。そして今日は平本が怪我、広山別メニュー、そして先発を言い渡された船越がもう点を取ったわけですから、これもベルディからって非常に大きな、ね、意味を持ちますよね。ここは復帰になったんですがボールは取りますが、ここでまたプレスをかけます。そして復帰にボールが来ました。ここはディエゴいます。ディエゴ右サイドに船越シュートを狙いました。かなり遠い位置なんですが 25m、 柳下さんやっぱり気持ちは入ってるわけですね。スパッと狙っていこうという、はい、まあ、パスもありましたし、自分でシュートコースもありましたからね、いいと思いますね。シュートで終わるプレーは。パルメイラスから2005年途中は神戸でもいました。そして2006年昨シーズンは柏レイソル、21点を取っている選手です。22歳です。ドリブルを持っています。正確なパスを持っています。さあここボールを込めて土屋が行きます。土屋から一旦キーパーに戻されました。プレッシャーをかけるのは松浦20番です。船越194センチ、滅法高さが強いわけですから、ターゲットとしては非常に大きいですね。そうですね、ここから裏を取ろうという高田が行きました。9番高田、一旦右に開いていきますが、ここからクロスが入って、そして松浦ですが、その頭を越えてしまいました。ただ今の攻めなんかはベルディから言えば気をつけなきゃいけないですね。そうですね、草津としたら押し込まれる時間帯長い、はい、そこをできるだけ高い位置でボールを奪って早く1本2本のパスでシュートまで結びつけるということを考えていると思うんですよね。主審が家元さんです。副審が山口さんと宮島さん、そして第4の審判員が鶴岡さんですが、家元さんは国際主審です。そして今日の副審の2名、山口さんと宮島さんは国際副審という、こういったメンバーです。第4審が23歳、これまた鶴岡さんも若いんですよね。まあ、そういったメンバーで今日は裁かれます。さあここはプレスをかけますが、大きな声が出ています。前半の7分から8分になろうとしていますが、1点を先行したのは東京ヴェルディ、船越が1点を取っています。2007シーズンの最初のゴールは船越でした。さあここは一旦地下に戻します。昨シーズンは36試合6点を取っている選手、地下です。そしてここはキーパーです。まあ、キーパーの本田も考えたら、昨シーズンの開幕戦は神戸にいたわけですよね、はい、で草津から3失点だったわけですね。まあ、そういった悔しさを晴らそうという今シーズンはこの草津で相手がベルディということになります。長いボール、服部から戻されます。そして高木です。佐田が落とします。長いになります。さあここも服部に行きました。もちろん服部もジュビロ磐田で13年間プレーをしましたが、今シーズンはユニフォームを変えて挑んでいます。ゼロイス、そして右へ持っていって、ここは突き上がります。ラインの中盤、センターバックの選手、そして長いボールが1本入ってきました。ここもチャンスだった。狙うシュートだ。とい
というホールがいたんですが、それぞれが柳下さん、やっぱり狙うという気持ちかなり強いですね。そうですね、非常に土屋からいいボール、はい、大野が動いたいいところへきっちりいいボール出ましたね。さあここは高田がボールをキープになります。昨年は12点を取っている高田。さあそして一旦下げて桜田、18番の桜田です。桜田とそして松下がボランチの位置になります。桜田他カットしました。さあここからまたベルディがボールを持ちます。ディエゴ裏吹きが切りますが、船越も求めていますが、一旦大野にボールが返されました。パサーです。そして船越草木を入れてもう一回左ハットリがあります。ゼロイス、ディエゴ吹き、こう見てるとゼロイス、そしてディエゴ復帰という、復帰ももちろん札幌から、まあ、昨シーズンは、柳下さんと同じチームだったわけなんですが、はい、この3人の外国人が非常にやっぱいいですよね、こう見てるとね。そうですね、中央から今仕掛けてるんで、はい、草津の選手たちも今中央中央に集まってますよね、ここをサイドスペースうまくつくとまたベルディの方チャンスできるんじゃないでしょうか、はい、そしてまた右サイド行きますが、ここはボールが投げてダナミが追っていきました。まあ、ですから1点を取ったことで、そしてまたこのパスワーク非常に綺麗な流れがあります。今ラモス監督が映りますが、ですからルーキーの右サイドバックの福田あたりの緊張感はあったはずなんですが、意外とこうすんなり入っているようにも見えますよね。そうですね、少し楽でしょうね。上野さん、はい、福田選手去年の6月この草津のテストを受けに行ったらしいんですよ。それ不合格になったということで、はいはい、今日かなり気合い入ってましたね、見返しますというセリフがありました。そうですか、出身は静岡、今ボールを入れますこの29番福田です。そして復帰がいます。静岡出身、横浜ユースから明治大学の出身になりますが、まあ、2004年は関東大学選手権で、まあ、勝っています。まあ、右サイドもちろんスピードを持っているわけなんですが、かなり余裕あるプレーが目立っています。さあここはまたベルディのチャンスになりました。キーマンの復帰です。38試合、去年は25点を取っています。まだ20歳です復帰。さあ誰に当てるか、一番遠い位置はフラコシ、今動きます。オードがニアサイドになります。土屋も入っています。どこへ持っていく、低いボールが来る、ここがクリアになるがボールを置いています。おっと笛が鳴りました。復帰が25点を取っています昨シーズン、そしてディエゴは21点を取っています。まあそういった意味では点を取る選手が非常に多いというこのメンバーになりますが、そして船越です。まあ、もちろんキャンプがあって、そしてトレーニングを積んで、まあ、一つの形にしてこのゲームに挑んでいるわけなんですが、今映っているのは植木監督です。土屋、そしてキーパー高木です。長いボールを出していきます。残り復帰が待っています。復帰からゼロイスからもう一回復帰に戻ってきました。そしてすでに福田も上がっています。激しいプレー、これはファウルになります。18番の桜田、ここは20番の松浦、7番、さあここからグッと上がっていきますが、戸川、そして裏を出してオードが行きますが、オードが行くが地下です。地下を出しています。12分が過ぎています。そしてこの開幕戦1対0、ベルディが1点をリードしていますが、この12分印象としてはどうですか。やはりベルディの方がボール支配して、はい、おっとまた行った、船越行く、キーパー本田、やっぱり押し込んでる時間というのは長いですよね、これはもう想定ないですよね。そうですよね、草津としても そこは考えてると思います、はい、ですから草津はまだシュートというのはなかなかこういい形では打てません。桜田から一旦地下に戻しました。そして鳥塚学のリベロに入っています。まあ、どういうふうに組み立てていくのか。上田さん、はい、上田監督からはもっとボールを動かしていけば、松浦ボールを持った、落としてさあシュートになった、シュートはどうだ、おっとキーパー高木のナイスセーブになりました。いいタイミングでスペースに出たところに本当にいいボール出て、またサポートも素早くシュートまで行きましたね。はい、これを松浦として、そして桑原行きました。この人はキックは非常に定評があります、まあ、フリーキッカーでもありますが、いやここは草津はいい展開を見せました。
まあ、この人も札幌から水戸、昨シーズンは水戸でプレーをしていますが、まあ、フリー復旧という意味では非常にいい形で点を取るな、そういったシーンも何度かありました。青い白が広がっているこの国立競技場、セットプレー、コーナーキュー、右サイドはザスパクサスの攻めになります。1対0、ベルディが1点のリード。ここは高木が取りました。187センチの長身キーパーです、高木。昨年は第27節の仙台戦でロングキックゴールインという1点を取っている選手になりますが、植木監督の表情からどうでしょうね、浅め浅め、なんか浅めしてねという大きな声が飛び交っていますが、復帰に対して1対1でいったらちょっと、はい、奪うこと難しいんで2人で行くということを、なるほど、言ってると思うんですよね。挟め挟めという声でしたね。ここはファウルになりました。そしてゆっくり上監督は今歩を進めていきますが、またそのディフェンスに指示を出しています。復帰です。そしてボールが出て、その復帰から右足で蹴っていきますが、もう1回まだありますが、ここはタッチラインがあります。スローインです。まあ、奈良木が入ったことでまたこのフリーキックの選択肢もたくさんありますから、何をやってくるかという楽しみもあります。そうですね、相手の嫌がることをやってきますからね、はい。さあ、そしてここは草津がボールを取ります。松浦に当てます。松下から1本出ました。山崎が行きます。ラモスリン監督、まあ、順調に仕上がったというインタビューでも話をしています。さあ、そしてまたベルディのボールになりますが、おっとここはちょっとその前にファウルがありました。松下のファウルになります。松下も広島、福岡、フロンターレ等でプレーをしていましたが、まあ、2月に入ってこの草津に移籍をしてまいりました選手。ディエゴ、ナナミ、ゼルイスから右に福田がいます。ルーキーです。今年がルーキーイヤーの福田、ナナミに戻しました。このメンバーですから、ルーキー福田もいろんな勉強できますね。そうですね、周りあのいい選手たくさんいますのでね、はい、使ってもらいながらまた自分、うん、あの成長するということはできますよね。大野がいます。一旦落としてもう一回あって、ここは通りませんが、船越が背中を向けていました。ちょっと合わない。ゼルイスがいて、ここもボールキープになるか。8番の山崎が行っていますが、もう1回ナルミ出ました。そしてフッキーです。さあ、またチャンスが広がるか。フッキー、また強いボール、アウト出ない。船越に出そうというタイミングでした。もう1回ナルミ、大野、大野から船越が入っていく。フッキーが外です。ディエゴもいますが、もう1回開いた。そしてここはボールを出てコーラックになります。服部が出ていきました。ですから服部もそう、福田もそうですが、それぞれやっぱこうサイドをかなりこうえぐっていくという。そうですね、前線の選手がキープできますからね、時間がありますから、オーバーラップする回数も増えてくると思います、はい。さあ、大野のキックです。コーナーキック、左サイド、突き上げますが、その前でクリアになりました。桜田、立ち上がります。スローインはベルディ、服部、そしてゼレスからもう一回復帰、たった狙うか、シュートはいかないか、まだ持っている、まだ持っている、足を変えるが遠く囲まれた。まあ、どんなに選手もあれだけちょっと時間がかかるとやっぱり打てないですね。草津の選手は今2人、はい、3人とシュートコースを塞いでましたから、おっとっとっと、ちょっと焦りました。田中、田中が前線フィード、4番の戸が追っていきますが、そしてキーパーに落とします。高木、おう、危ない、危なかったですね。今戸が、ああ粘った。高田いきます。高田持った、高田持った、高田前を向く、おっとボールが当たり、そして山崎からもう1回ファウルがありませんが、
ボールをカットしたのはベルディ、うん、時間は18分から19分、だんだんとしかし草津の方も柳下さんリズム的なものは良くなってきてますよね。そうですね、あのいい位置でボールを奪った時にはやっぱりあの出てってスピードある松浦なんか生かすとチャンスになりますよね、松浦も広島から仙台、その後は東京ヴェルディでもプレーをしています。そして昨シーズン途中からその岡山でもプレーをしていました。おっとここはヴェルディのボールになります。引き投げれます。大野、船越がいます。船越からさあそして吹きが来ます。イエスでディエゴがいます。ディエゴから吹きが入ってきました。ボールは出ません。まあ、鳥塚が今壁になりましたが、やっぱり草津からはこういった守備をしっかりやっていきたいということですよね。まあ、そうですよね、簡単にはボールを出させないという守備が草津では必要になってきます。七海一旦戻して戸川、戸川ベルディ5シーズン目になります。そして土屋です。まあ、9年ぶりのベルディ復帰になります。土屋でも土屋の復帰も大きいですよね。そうですね、あの一対一も強いですし、はい、スピードもありますからね、昨年は本当に最終ラインも不安定だったんですよね、はい、ベルディ。そこに、土屋あるいは服部入って、落ち着きが保たれるでしょうね。そうでしょうね。ここはクロスが少し伸びてしまいました。さあそして松浦が持っていきます。横へ出して高田から一旦落としました。堀塚、松下、高田を求めた。ここは土屋がいます。この辺の強さです。ゼロ1から福田、そして鳥塚です。ただ1対0リードを奪っていますが、ベルディとしては柳下さん、やっぱり追加点が欲しいですよね。そうですよ、1点だとね、何が起こるかわからないですから、大野、昨シーズンベルディで来ています。大野、七海、いいボールが出される、ね、そして福田が行く。いいトラップだ福田。この後中入れるがちょっと人数いないか、船越しないから鳥塚のクリアボールはちょっと小さい。ゼリースが行く。そして七海、福田、船越オフサイドか。いち早くフラッグが上がりました。オフサイドではなったんですが、柳下さん、まあ、これも一つ当然攻めですからね。ターゲットとして、ハイボールを上げて、そのこぼれたボールをまた2列目から飛び出して、シュートに結びつけるということも一つの形ですよね。はい、だからいろんな攻撃のバリエーションがあると思うんですよね。あの個人でドリブル突破、今見てるとディエゴとフッキーコンビネーションから突破と、それと今長いボールを当ててサポートという、この東京ヴェルディも1月の15日から自主トレーニング、そして20日には必勝祈願がありました。で1月の22日からそのヴェルディグランドでトレーニングを始めて、でキャンプは宮崎で行っていますが、ですからこの新しいチームがいかに各選手がうまく溶け込むかというのはもちろんテーマにあったんですが、やっぱりこの開幕戦見てるとそれぞれがやっぱり個々の能力高いですから、そうですね、お互いなんか、ね、何をやりたいのかというのは分かりますよね。はい、皆さん、はい、既存の選手たちもですね、うん、今年のサッカー本当にやってて楽しいという言葉がよく出てきますね。平本選手あたりは今日欠場したんですが、はい、加入してから一番いい雰囲気で開幕を迎えられたという話もしていました。なるほど、やっていて楽しいということはサポーターから言えば見ていて楽しいわけですよね。もちろんそうですね、ゴール前、相手のゴール前でのプレーする時間が多いですから、それはやっぱり醍醐味ですもんね。そうですよね、まあ、ベルディに求められるのはまあその辺かも分かりませんが、土屋からゼリースが来ます。ブラジル出身3回ターンのプランは昨シーズンのベルディです。6月から来ています。パス能力は高いものを持っています。さあここはまたボールが来て、そして復帰が来ます。今ボールが入ってきました。ゼリース逃げ出して福田、この辺もしっかりパスを回してきます。復帰からディエゴ一旦戻して7人、これもだから苦しくなったら七海に戻せば何とかしてくれるってありますよね。それはもうあのブラジル人の選手でもそう感じてるんじゃないですか。そうですよね。ゼロイス、
浦和取れるかダメだ。ここは勝ってそれですが、20番の松浦がいます。高田早く、はい、そうですね。そしてここは桜田が行きます。できるだけ早くゴール前まで行きたいでしょうね、さすとしたら。桜田からボールが入って、これはちょっと伸びてしまってキーパーが飛びます。高木吉田に。東京出身は修徳高校から国士舘です。2004年は J1 でフェアプレーポジションを獲得しているキーパーです。土屋ゼロイス。ゲームが始まってすぐに1点を取った船越のボールはベルディ。しかしもう時間は24分から25分になろうとしています。ですから植木監督は逆に言えば、あの1点を取られた後最初からやりたかったという今ゲームをしていると思うんですよね。そうですね、ずるずる下がらずにラインを高く保って、はい、できるだけ高い位置でボール取ろうというようなことを今言ってましたから、はい、フッキー落としてディエゴ。ディエゴからここもつないでゼリウス。さあ福田が手を挙げますが、中に船越くさびになります。福田、福田クロスはサイドネットです。明治大学の出身はルーキーイヤーになりました。今シーズンです。開幕でスタメンで起用されました。いや少し前の例えば情報によれば、平本復帰のこの2トップ、あるいは後ろを見れば貝本が入っている、まあ、いろんなこうで、ね、情報も入っていたんですが、はい、やっぱりこの開幕を迎える前に怪我をしてしまうというのもあり得るわけで。そうですね、48試合のうちに必ず怪我、あるいはイエロー、あるいは赤で、いい状態、ベストのメンバーでねやるということは難しいですからね、それだけに代わって入った船越が点を取るというのは非常に大きな勇気ですよ ね。 そうですね。またベルディ層厚いですから、本当に控えにいる選手たちもどこ他のチーム行ったらもう間違いなく先発で出れるような選手いますからね、いや今日の控えを見てももちろん高さの富さんいますし、それから38歳ベテラン長いありますよね、はい、それからやっぱりキックの精度の高いのを持っている佐藤がいますよね、はい、非常に左足の精度の高いキックありますからね、まあ七海に、ね、負けないくらいの当然キック力ですから ね、 シュート力もありますし、はい、まあ、それほどやっぱり層が厚くなったということになります。今シーズンのベルディに関してはもう目標はもうはっきりしています。 J1 昇格しかありません。それ以下はないわけでね。そうですね、もう使命でしょうね、はい、でしょうね、まあ、ラモス監督もそうでしょうし、はい、選手たちも本当かなりのプレッシャーあると思います、まあ、そのプレッシャーの中でも、まあ、高井リポーターの話があったように、やはり楽しくできるというのは非常に、まあ、何にも増していいことだと思いますが、まあ、ラモス監督その前が橋田谷コーチになります。植木監督が今指示を与えました。桑原に対して与えていますが、もっともっとボール動かせ、動かせということを小原選手にも言ってますね。なるほど、柳下さん、はい、まあ、確かに動かすことによって当然選手も動かなきゃいけないわけなんですが、はい、そうですね、一人でボールを持つ時間が長いとどうしても止まってしまいますから、はい、だからどん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 動かして人もどんどん動きなさいということを言ってると思います、服部が行きます。ジュビロで13シーズンプレーをしました。96オリンピック、98、そして2002年はワールドカップ、やはりベテランですが経験を持っています。まあ経験の多い選手は当然年齢的には上になるわけで、48試合52節戦うという意味では非常に長いんですが、ただこの経験はやっぱり何者も変えがたいものがありますからね。そうですね、自分のコンディションいい状態じゃないときにどういうプレーをしたらいいかということも分かってますからね、まあ、そして若い選手に与える影響というのも非常に大きなものがあります。おっとボールが出て、そして松浦が来ますが、ここはクリアボールになりました。桑原入れる、いいボールが入る、土屋がいました。あ
あ、山崎は飛び込もうという土屋のディフェンスだったんですが、今のボールやっぱり桑原らしいボールですよね。そうですね、非常に走ってる前スペースでいいボールありましたね、ただそこをきっちり土屋もマークしてて、非常にいいプレーだったんですよね。そうですよね。桑原も昨シーズンは水戸でプレーをしていましたが、対自殺戦でフリーキックを決めてるんです。これがやっぱりウェッカーとも非常に気に入ったそうですよね。ゴール前での、ね、非常にトリッキーなプレー、持ってますから、その桑原蹴ります。高いボール打ってシュートになりますが、地下です。187センチの地下はやっぱ大きいですからね、はい、ベルディとしたら、はい、奪われた後早い攻撃、これを一つ注意することと、それとやっぱセットプレー何が起こるかわからないので、はい、ここは注意したいでしょうね。2003、2004はこの地下も考えたら沖縄カリウシ FC ですよね、というチームを考えたらラモス監督だったわけですよね。以前は桑原入れます。おっと、ここはちょっとスペースありますが、服部のクリアです。今のスペースちょっと嫌なスペースですね。そうですね、ぽっこり開きましたね。さあここはまたボール下が上がっていきます。地元群馬の出身は前橋育英高校です、その佐田、大野もインタビューで言っていました、相手が草津、大野は考えたら前橋商業の出身です、そういった意味では気持ちが入ります。こちらは服部です。さあそして今度は桜田が行きました、コーナーサイド、24歳、静岡の出身です。今シーズンは3シーズン目の桜田、当然地下が入っています。ファーサイドはニアサイド、マスフラーを狙いました。そして桜田もう一回帰ります。上げる、地下を狙うか、その後ろになる、クリアになります。さあそしてベルディのボールになりますが、復帰です。この辺の復帰の魅力ですが、とファールなし、したがって大きなブーイングになりますが、プレーは続きます。鳥塚から逃げ出して、さあそしてここは山崎が取りますが、高田、ここでファール、逆にベルディのファール。まあこの辺は出身の家元さんですが、まあ目の前でしたから。そうですね、クロスが入りますが、高田にはかなりもっとこぼれている。ここも2つのチャンスになる、土屋がいました。船越から七海、そして復帰はまた動き出す。七海からサイドを変えて土屋、右に今福田が上がっていきます。大野からゼルイス、ゼルイスからここは短くディエゴ、大野、福田、大野、裏は船越、しかしボールはタッチラインがありました。1対0です。時間はもう32分になろうとしています。意外と追悼1点がブルディ形はいいんですが入りませんね。そうですね、今少し攻め疲れみたいな感じでちょっと動きが遅くなってますから、はい、草津としたらチャンスだと思いますね。ゼルイスから一旦下げて戸川、非常に読みのいい選手です。戸川、ディエゴ、船越、通らない、ゼロイスから七人、ここは松浦です。もう一回福田に行きました。船越が求めていますが、グランダーボールは復帰です。復帰が持っていくフェイントをかける。さあそしてここからえぐって中入れる、という復帰のプレーなんですが、当然柳下さんは同じね、この復帰札幌で見てるわけで、はい、かなり、はい、バランスいいですし、スピードあるんですよね、今ペナの中ですから、簡単にボールいけないから、はい、難しいですよね、守備としては。さあ大野が蹴ります。一番ゴールに近い木には復帰です。そして船越が今遠い位置から回り込んでいます。中ニアサイドです。クリアボールになりました。
ただまあ復帰の良くないところは38試合昨シーズンですが15のイエローカードなんですよね。この厚く出してしまうというね、ブラジル人が多いですからね、はい、だから逆に言ったらそれだけ本当に真剣にやってるから、そうなると思うんですよね、まあ、ただまあ使う柳下監督当時考えれば欲しい時にいなかったこともあったわけですよね。服部が今立ち上がります。いやでも服部あたりの表情を見てもユニフォームは変わった今シーズンのスタートなんですがいい表情してますよね。そうですよね、昨シーズンそんなにこうゲーム出れなかったみたいですからね。そうなんですね。さあここは七海の左足そして右足の大野ですがどっちが蹴ってくるか。フリーキックのチャンスです。これがゴール前、七海蹴ってそしてゴール前でシュート。ディエゴの高さだったんですが一人草津は倒れていますが、田中選手ですかね。ここで田中ですか。ここで競ったんですね。ちょっと今変な落ち方をしていますが、4番の田中、昨シーズン20試合、今シーズンは2年目という選手でありますが、埼玉の出身。ディエゴは強いですから。ちょっと起き上がれません。着地の瞬間からちょっとこう変な状況で倒れていったんですが、まだまだ若いというこの23歳の田中です。ここからいいボールが来ました。でここで競って海老蔵からこの後ですよね、はい、着地した時がしっくりあたりですかね、だと嫌ですよねちょっとね、23歳178センチ今シーズン2年目のこの田中、まあ、激しい当たりそしてまた鋭い読みというのは非常に特徴なんですが、今担架で一旦外へ運び出されます。上野さん、はい、草津ベンチ尾本選手が今準備をしています。なるほど、はい、ディフェンダーの尾本です。3番をつけますが22歳というやはり若い選手なんですが横浜マリノスでもプレーをしている選手です。今準備ということですがこの人です、3番です。さあ草津は1枚少なくなりますが田中がまだ治療中です。さあそしてベルディのコーナーキックサイドキッキが蹴ってそして飛び込んだ、おっとちょっと危ないですね。あ確かにこれはちょっと危ない状況になりましたがキーパーの本田がちょっと浮いてしまいました。お互いに倒れていますがなんか今ちょっとヒヤッとする場面ではありますかね。その空中でキャッチして本当に無防備の状態になってますからね、ここですよね。いいボール入りました。引きからそしてわーお戸川とそしてキーパー本田の競り合いだったんですが今カードは出たんですかね。イエローカード出ましたね。出ましたね、今ね、はい、うん、この場面でワオということはこれ戸川のカードということですよね。ディフェンダー戸川そしてキーパー本田の選手ですが本田は大丈夫なようです。そして田中選手も戻りました、はい、田中もじゃあ戻ったということで大丈夫なようです。時間はもう37分が過ぎています。1対0、まさに春の陽気、非常にいいお天気になっていますがこのピッチの中は非常に熱い戦いです。戸川にイエローカードが出ました。まあ、ゲームを考えれば柳下さん、まあ、残りまだもちろん時間は8分ぐらいは9分ぐらいあるんですが、はい、もう1点取ってしまえば随分これベルディは楽になりますし、そうですね、右サイドいいボールが出る。ここはその戸川いったおーっと壊せた。サクサクのチャンスだった。ボール上げるがあー桑原に通らない。高田もいました。まだ外から来るが桜田山崎から。さあここは一旦高田にボールが預けられますが9番の高田落として桑原からクロスボールが入っていきますがゼルイスがいました。もう一回行く
高田ボールを持っている、横へ出す、そして松下からここはディエゴ壁になります。そして服部が出します。あの辺まで持ち込んだあたり草津の良さも出るんですが、できればシュートまで中に行きたいなということでしょうけど ね。さあまたベルディがボールをキープになります。フッキー、そしてディエゴ、ここはファウルになりました。後ろからのプレーになります。19番船越を狙っていきたいというプレーではあるんですが、ボールは出てきません。ただもともとベルディの良さ、以前からそう、もちろん今メンバー変わっているんですが、やっぱりこう中盤をきれいにつなぐというのも一つ、ありました。その中盤をつなぎながら、さあ七海からまたボールが出て、ゼードイス右サイド膨らいていますが、復帰からどうする、船越、くさびだ、そして復帰が狙ってシュートになりました。この辺が柳下さん、やっぱり好きなんですよね。はい、20メートル、25メートルぐらいからも十分ゴール、はい、することができるシュート力を持ってますから、あれおそらくディエゴが欲しがっていました。でフリーでいました。ただしっかり枠の中に行くんで、最後は拍手を、ね、していたんですが、はい、あれ大きく弾いてしまうと、なんで俺にということなんでしょうけどね。まあその辺はやっぱりシュート力、決定力を持っている復帰です。地下トリーズか、草津としてはこれ1対0とリードされていますが、あと5分ですよね、はい、このままでもしょうがないということになりますか。そうですね、できれば1点入れて、はい、1対1で後半迎えたいというのはあると思うんですけども、守備の方のバランスというのもできてますから、このまま、落ち着いて、はい、0-1 のまま、また新たに今度攻撃に関してのね、アイデアを監督から受けて、やっても十分、いいんじゃないかと思いますけどもね。福田が行きました。福田からボールが入るが、ここがダメです。ですから守備のバランスを崩してまでも点を取る必要はないわけですよね。そうですね。19番の船越、先制点です。94センチ、こちらラモス監督です。昨シーズン監督に就任、1年でこの昇格を果たすんだという勢いだったんですが、最終的には第7位でした。今シーズンは何が何でもの気持ちがあります。船越を狙って船越が落とす、そのまま切れました。ゴールキックに変わります。194センチ、めっぽう強いこのヘディングです。ガンバ大阪、オランダでもプレーをしていますが、湘南、大分、そして新潟です。あちこちチームを変えながらも、しかし経験を積んでまいりました。ただイメージ的には若いというイメージあったんですが、29歳なんですよね。もう中堅のぐらい入ってますからね。いろんなチームで経験してますからね、はい、その船越が取ります。ヘディングでは負けません。ディエゴ行っていますが、ここもボールを取りました。ここはボールを出し切れません。戸川、ただ七海の独特のなんかこうタイミングというかボールの持ち方、ああいうのってやっぱり J2 ではあまりないですもんね。そうですね、非常に、ね、置きどころがいいんですよね。あ、一番いいところへ出せる、はい、ところへ置いてるんですよね。ですからディフェンスとしても距離感とか飛び込みのタイミングとか非常に難しいなというね。こぼれた、オールが行く、クリアボール、復帰が行く、復帰からもう一回ゼロイス、そして左へ出していきますが、ハットリー行きますが、ボールはそのまま流れました。立ち台はあります。スローインはザスパ草津です。42分からもう43分になろうとしています。ザスパ草津も今シーズンはとにかく上位に入りたいという、一つの目標設定があります。過去12位できています。ある意味ではやっぱりこの JFL から J2 というこの J リーグの厳しさを、2年間も味わってしまっています。中田が取りますが、戸川が勝っています。そしてこのボールをつなぎたいんですが、ここは桜田、18番の桜田、桜田から一旦下げました。
松下からもう一回桜田です。スルーパスが松浦、松浦から今中に入った高田、その前の山崎シュート、まあ、これは草津からは柳下さん決定的ですよね。そうですね、やはりスピードのある松浦が相手の背後へ出て、はい、チャンスを作りましたね。もともとフォワードの選手ですけど、今日のゲームに限ってはこの左サイド、アウトサイドでプレーして、なかなかこうゴール前まで出てくる回数は少ないと思うんですけども、出ていった時にはやっぱりチャンスになってますよね。攻守に貢献をする人ですよね、確かにね。はい、埼玉出身のその山崎です。昨年は4点を取っています、5シーズン目。上野さん、はい、前半のアディショナルタイムは1分です、はい、ほとんどそのロスタイムはないということになります。今44分が過ぎています。ラモス監督が前に出ています。嬉しい嬉しい1点がもうすぐだったんですけどね。そうですね、20分25分ぐらいまでは、ベルディのリズムでゲームが進められてたと思うんですよね、はい、というとそこでやっぱりもう1点追加だったわけですね。それ以降草津の方は、はい、ベルディの攻撃に対して慣れてきましたよね。きっちりバランスよくポジション取って守備できるようになりました、ロスタイム約1分取ります。そして今手元の時計で45分が過ぎます。約1分です、アディショナルタイム、まあ、いかればロスタイムになりますが約1分時間はなくなっています。復帰、おっと、ここはボールは立ち台に割ったということになりますが、1対0、船越の1点でベルディが1点をリードしていますが、この前半時間はなくなっています。今日は開幕の J リーグディビジョン2のベルディです。今ゲーム大きな声です、ラモス監督、時間がないんでもう早く入れて打ってほしいわけですよね。そうですね、船越を狙います。しかしボールは中に入ってきました。これは怒るでしょうね。怒るでしょうね。確かにもったいないですよね。ここはボールを取ります。ラモス監督はちょっとがっかりした表情が今背中越しに伺えますが、復帰。そして長い笛、前半を終了です。いや本当に早い1点だったんですが、まあ、その後の追加点はベルディありませんでした。だんだんと草津も良くなってきた、まあ、そういった意味では、柳下さん、はい、やっぱり草津からも本当は1点欲しかったんですが、まあ、これで良しというところでしょうかね、はい、そうですね、崩されることはもう25分過ぎにはありませんでしたから、だからやっぱりサッカーの難しさというか、勢いのある時に点を取っておかないとだんだんリズムというのは相手にいっちゃうわけですね。そうですね、まあ、ただ船越は今日スタメンで起用されました、まあ、そしていきなり1点ですから、船越からは非常に大きな意味を持つこの開幕戦というとでしょう。嬉しいでしょうね、ただまあボールポジション云々を考えても、まあ、ほとんどがベルディのペースではあったんですが、まあ、1点止まりということになりました。この J リーグのディビジョン2の開幕戦第1節、東京ベルディ1969ザスパクタス1対0でベルディの1点リード、この放送は国立競技場からお送りをしています。スカパー E2 by スカパーをご覧の皆様、スカパーは J1 J2 全部生中継、入れ替え戦を含めた全620試合をライブでお届けします。ご覧の3つのセットをご用意。さあスカパーで J リーグ三昧。 E2 by スカパーは J1 J2 録画放送を含め全試合放送予定。 J1 注目カードは毎節ハイビジョン生中継です。白熱の J リーグを見逃すな。詳しくはこちらカスタマーセンターまで。2007年 MLB シーズンいよいよ開幕。スカパー MLB ライブならレギュラーシーズン毎日3試合生中継。さらに E2 by スカパーでも日本人選手の活躍を中心にお届け。さあメジャーリーガーの熱き戦いとボールパークの興奮をご自宅でお楽しみください。詳しい加入方法はご覧のカスタマーセンターまで。ウェファチャンピオンズリーグ0607スカパーでは決勝ラウンド1回戦セカンドレグ、
全8試合をご覧の放送予定でお送りします。3月6日にはリバプール対バルセロナ、3月7日にはミラン対セルティックなど注目の対戦をお見逃しなく。ベスト8をかけた熱き戦いの模様をお楽しみください。見せたい未来がある。 J リーグウェルビー。クラブ応援コーナーをご覧ください。応援コーナー、今回は今シーズンも皆さんと一緒にこのスタジアムでベルディを盛り上げていくベルディガールズの皆さんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。さあ今回皆さんにご紹介するのは、皆さんにこの度観戦ガイドとして配布されます冊子をご紹介しようと思います。こちらなんですが、無料配布が予定されています。題して初めてのベルディ、これを読めばベルディを知ってる人も知らない人もベルディについて何でも知れちゃうという優れものなんです。ではちょっと中の方を覗いてみましょう。ページをめくってみますと、このようにトップチームのメンバーの選手一覧が載っています。一人一人選手の写真付きでプロフィールも紹介されているんですね。お気に入りの選手をぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。そしてその隣のページなんですが、ベルディ Q&A というコーナーがあります。ベルディに関するいろんな質問に答えてくれています。またわからないことがあったらぜひ応募してみてください。他にもピックアップ選手情報やラモス監督のスタジアム観戦ガイドなど盛りだくさんの内容が載っています。ぜひ一度手に取って見てみてください。こちらなんですけれども、今シーズンはワンクールごとに1部ずつ配布されます。全部で4部配布されるということなんですね。配布場所は現在立川稲城などの各商店街で配布されています。今後は多摩、八王子、渋谷でも配布予定となっています。皆さんのお近くの商店街で見つけてください。さあこの初めてのベルディなんですが、素敵な特典がついています。それはこちら一番後ろのページにあるんですが、こちらのクーポン券です。このクーポン券、スタジアムで素敵なプレゼントに引き換えてもらうことができるんですよ。今日開幕戦ですが、この後5月3日の水戸ホーリーホック戦までのクーポン券がついています。ホームスタジアムに来た方限定ということになっています。このクーポン券を持ってぜひスタジアムに応援に足を運んでください。さあ今日は開幕戦でした。この国立競技場では応援に駆けつけてくださった皆さんに、今回はこのクーポン券はいらないですよ、こちらのタオルをプレゼントしました。このね、今期のキャッチフレーズ全力疾走と書かれたタオルが皆さんに配られたんですね。今日選手たちが入場するときにはこのスタジアム、このタオルを高々と掲げて皆さんが、選手たちを迎え入れていました。このタオル応援グッズとしても使えます。私も今日はこのタオルを持って応援しようと思っています。では最後にベルディガールズの皆さんに一言ちょっと、気合のほど聞いてみましょう。ではガールズの加藤さん、よろしくお願いします。はい、ベルディガールズとしてファンの皆さんと心を一つにして一生懸命応援していきたいと思っています。はい、可愛いですよね。ぜひベルディガールズと一緒に応援していきましょう。ということで次のベルディのホームゲームは3月21日春分の日、味の素スタジアムにセレッソ大阪を迎えます。 J1 昇格に向けて今年も一生懸命ベルディを応援していきましょう。レーサー劇場マキネスキサです。知ってますレーシア、毎日とっても新鮮なお店なんですよ。よっ、お目が高い。しかもベーシアって毎日のお買い得ついつい2回になってます。よっ、お目が高い。では早速ベーシアへ行ってみよう。はい、どうぞ。広い、新鮮、お買い得、毎日会いたいお店です。
この後はお知らせを挟んで前半のハイライトです。見せたい未来がある。 J リーグウェルビースカパー E2 by スカパーをご覧の皆様、スカパーは J1 J2 全部生中継、入れ替え戦を含めた全620試合をライブでお届けします。ご覧の3つのセットをご用意。さあスカパーで J リーグ三昧。 E2 by スカパーは J1 J2 録画放送を含め全試合放送予定。J1 注目カードは毎節ハイビジョン生中継です。白熱の J リーグを見逃すな。詳しくはこちらカスタマーセンターまで。スカパー E2 by スカパーをご覧の皆様、プロ野球セットに加入すればご覧のラインナップでセパ公式戦840試合以上放送、さらにさらにプロ野球関連番組までチェック OK。 激闘必至のペナントレース、昨日愛楽シーンに最後まであなたの視線は釘付け。果たして今年はどんなドラマが生まれるのか。プロ野球セットのお申し込みはスカパー E2 by スカパーカスタマーセンターまで。メジャーリーグベースボール応援プロジェクト MLB ナビ、日本人プレイヤーの最新情報はもちろん、各チームの戦力分析や MLB のトレンドにも大注目。スカパー MLB ライブの見どころも一挙に紹介します。番組 MC を務めるのはレッド吉田&シェーラー。 MLB ナビのオンエアスケジュールはご覧の通りです。 MLB を見るならやっぱりスカパー。さあそれではこのゲーム前半のハイライトをご覧いただきましょう。東京ヴェルディ1969、そしてザスパクシャツ、2007シーズンのこの J リーグディビジョン2の開幕です。解説は柳下正明さん、リポーター高井清香、実況上中でお伝えしてまいりますが、さあ柳下さん、はい、まずおそらく今ボールを持っていきますが、風紀、そして中へ手つなぐシュート、もう一回いった、決まった、決まった、いきなり来ました、船越、ヴェルディが1点を先行、なんとなんと早い早い1点です、始まったばかり、東京ヴェルディが先行しました。当然味方としては柳下さん、まあ、ベルディは当然攻めてきますよね。そうですよね、どれだけ押し込めるか。復帰から船越落としてチャンスシュートと惜しい惜しい、最後ディエゴ行きましたなったんですが、ボールは取りますが、ここでまたプレスをかけます。そして復帰にボールが来ました。ここはディエゴいます。ディエゴ右サイドに船越シュートを狙いました。上田さん、はい、上田監督からはもっとボールを動かして、松浦ボールを持った、落としてさあシュートになった、シュートはどうだ、おっとキーパー高木のナイスセーブになりました。スルバスが松浦、松浦から今中に入った高田、その前の山崎シュート、復帰、うん、そして長い笛、前半を終了です。いや本当に早い1点だった。前半のハイライトをご覧いただきました。この東京ヴェルディ1969、そしてザスパクサツのこの開幕戦です。 J2 J リーグのディビジョン2です。このゲームは解説が柳下正明さん、実況上中田でお伝えしています。本当に早いという前半0分、用意スタートで1点が入ったんですが、柳下さん、はい、この前半の印象としてはいかがですか。うん、1点目の時に、復帰のスピードというのはもう頭では分かっていると思うんですよ、はい、でも実際そのどれぐらいか体でまだ分かってないうちにこう行かれたという、見た目はそれ簡単ですよね、なんか返されたのはね。その後に関しては20分25分過ぎには本当に草津の選手たち落ち着いてポジション取って守備してますから、はい、この本当に立ち上がりやられましたよね。でもサッカーってこういった中落とし穴がいきなり来ますよね、はい、意外とね。よく立ち上がり5分、終わり5分、気をつけろということを、まさしくその通りですよね。ですよね、まあ、ですから、まあ、記録的には前半の0分ということになるわけなんですが、まあ、船越から言えば今日は本来であれば平本、次に来たのは広山だったんですが、まあ、しかし船越という今日のスタメンしてやったり、これラモス監督もさ、そういう気持ちでしょうね。そうですよね、本人船越にとったら本当にチャンスを生かせたと思う。ラモ
監督にとったらやっぱり自分がこう決断して送り出した選手が点取ってくれたということは本当に喜んでると思います。そうでしょうね。今選手が入ってまいりました。ベルディそして草津というこの開幕戦 J2 リーグ、今日から始まった、そしてまた非常にいいお天気の中のこの国立競技場、いやゲームも非常にタフなゲームになっています。今七海が最後入ってまいりました。東京ベルディです。上野さん、はい、両チーム交代はありません。はい、多少このハードなプレーの中で、倒れてしまうケースもあった、そしてまた担架で運び出されたりというのもあったんですが、選手の交代はなし。そしてまたこの後半も今高木リポーターの話があったように交代はないようです。ベルディは高木義成、福田、土屋、戸川、服部、ゼルイス、七海、大野、ディエゴ、復帰、船越のメンバー変わりはありません。後半の45分のスタート、エンドは変わっています。右にエンドを取るのが東京ヴェルディ1969、左にエンドを取るのがザスパ草津です。前半は1対0、船越の1点は前半の0分でした。しかしヴェルディその後優勢に進めたんですが追加点がなし、そしてまた前半も途中からザスパ草津が非常にいい状況を作り上げています。さあこの後半はどういう展開を見せていくのか。もちろんこのキャンプを積んで、そしてチームが一つになって、そして今日のこの開幕を迎えたわけなんですが、さあこの後半ですが柳下さん、どういう展開が予想されますか。はい、前半と同じような形で、やっぱりヴェルディの方が押し込む、相手のゴールに近いところでプレーする時間は長くなると思うんですよね。それを上監督はできるだけ高い位置で、ボールにプレスかけて高い位置でボールを奪ってゴールまで行きたいと、はい、それも狙っていると思うんですね。特にこの前半が終わった後の後半の入り方、これはやっぱり注目されるわけですね。はい、ベルディとしたら押し込んでますけども、はい、相手の背後を突くというプレーが、25分過ぎからなくなってますから、相手の背後を突破するということを必要だと思いますね。なるほど。七海から出て、さあそしてここからまたチャンスになろうという復帰に行ったんですが、ここは草津バウンドは高い、そしてまたゼイルイスがボールを持ちます。右に福田がいます。その福田からちょっとここが合わないか、ミスキックになりました。キーパー高木、そしてディフェンダー右から福田、土屋、戸川、そして服部のフォーバックになります。ゼイルイス、七海がボランチにいます。右に大野、左ディエゴ、そして復帰船越というこのメンバーです。一方の草津もメンバーの交代はありません。本田キーパーです。そして佐田、田中、地下、松下、鳥塚、桜田、山崎、そして桑原、そして松浦、高田というこういったメンバーです。さあここはまたボールを持っていきますが、ディエゴどういう展開を見せるか。一旦落としてゼルイス、ここは早い展開で大野、パサーです。大野からもう一回ディエゴ、ちょっと短いパスになりますがプレッシャーがあります。そして土屋です。高田の足で当たって出ています。したがってここはスローインは東京ヴェルディです。ヴェルディから言ったらラモス監督もまた早い時間帯の1点追加というのは最もいい形だと思うんですかね。そうですね、ただその失点というのは怖いと思うんですよね。はい、だからバランス崩さずにじゃあ2点目取りに行きましょうかという感じでもいいと思いますけどね。はい、柳下さんの最初の話の中で勝ちたい、でも引き分けでもいいという時間も来る、それから後半これどう展開するかですよね。もちろんヴェルディの選手たち、草津もそうですけども、勝ちたいというのはあるでしょうしね。今シーズンはとにかくヴェルディはもう J1 昇格しかありません。そのための準備をしてきました、補強もありました。そういった意味でもこの開幕戦は非常に大きな意味を持っていきます。こちらは植木監督です。
昨シーズンからプロ監督就任、そして今日が2シーズン目になりますが、もちろんその前もこの草津を率いていました。 J1 昇格がプロジェクトです。さあここは復帰のボールを蹴ります。シュートもあるかもしれないですね。直接、はい、壁は3枚です。左足狙った、決まった。ものすごい弾道でした。あっけに捉えていますが、本田大きなまた追加点、復帰のフリーキックです。サポーターもこれ首をかしげてますよ。あんなのあるんだなという。今見えなかったんじゃないですかね。あで、ちょうど太陽が今本田に直接来るような角度なんですよね。まあ、そういったのもあったかも分かりますが、それにしても柳下さんもシュート新たに分からないという話だったんですが、これ外にかけて、うわーすごい。これはどんなキーパーでも取れませんね。わお、これ蹴った瞬間見えてなくて、ボールが見えた瞬間にはもう自分を通過しているというような感じでしょうね。これはだからどうしようもないですね、キーパーとしてはね。シュートを褒めるしかないでしょうね。はい、強烈な一発でした。いやこれもしかしその後半に入ってのいわゆる5分以内という得点ですよね。そうですね、またいい形で取りましたね、はい、ベルディの得点。皆さん2回で、はい、どうぞ。もうラマス監督は本当に喜んでましたね。1点目ではもう5倍、6倍ぐらいの喜びを表現していました。はい、そして一方のザスパ草津なんですが、すぐに中井選手に準備をしておけという指示が出ました。はい、この後もう投入あるようですね。中井は中盤の選手になります。さあこの1点の持つ意味ですが、そのラモス監督の表情が今リポート入りましたが、おっとここでまた大野が行きました。大野が行って、大野から出て、そして船越が行く。さあチャンスだ、船越横へ出た、がっと横へ通れば1点だったんですが、いやただ復帰も今大きな拍手を送っていました。 1-0 の時と 2-0 とやっぱり気持ち的に楽になりますから、ベルギーとしたら、もっとあの前半よりも面白い攻撃が出てくる可能性ありますね。はい、さあショートコーナーから服部が持って、さあここから大野が出ます。大野から入って、ここはキーパー取りました。1点よりは2点、その2点目が入りました。ラモス監督、大きな1点追加になります。こぼれています、これはちょっと要注意になりますが、すべていったのは松浦です。少しカバーリングの距離が遠かったですね。あ、そして今話が出ましたが、10番の中井です。今スタンバイしています。はい、桑原選手と交代します。桑原、はい、ここはこれで突き上がります。そのままボールは出ました。ゴールキックに変わります。まあ、点は何点あってももちろんいいわけですが、本当にこう2点目のラモス監督、大きな手応えでしょう。戸川が今ちょっと手ですか、左手首を押さえていますが、なんか入りますね。ですね、変な落ち方しましたかね。左手首を今押さえています。まあ、サッカーではありがちですが、やっぱりこう手から落ちていくというケースも多々あるわけですが、大丈夫であればいいんですが、まだ始まったばかり、何が怖いってやっぱりその平本の怪我等もあるんですが、やっぱりこのラモス監督も怪我が最も怖いということになりますが、今 OK マークが出ました。お、大丈夫だようです。皆さん、はい、ではハーフタイムの両監督の指示が入ってきました。はい、お伝えします。2得点目でも本当に喜びを爆発させていたホーム、東京ヴェルディラモス監督、まあ、前半は攻撃がずっと同じリズムになっていたと、どこかでもっとスピードを上げていこうという指示です。そして最後まで慌てずにプレーをしようという言葉をかけました。はい、いや確かに、まあ、柳下さんも言ってますが、まあ、リズムが同じ形の攻めになればやっぱり守りやすくなりますよね。そうですね、草津にとって自分たちの前でボールを動かしてもらってると、はい、そして背後へ送り込まれるとこれは厄介になりますけどね、自分たちの前だったら対応しやすいですからね。そうですね、まあ、その辺の修正点がまあ一つとなりますが、一方は高木さん、はい、ザスパ草津植木監督です、はい、サポートをする際の距離を、おっとこぼれているがキーパーっと前でした。あとファールになりましたね。少し手が出ましたね。ですね、という今倒れたのはキーパー高井なんですが、その高井に対するファールがあったということになりました。そのシーンです。ここから
佐田が行って、うん、ここでのファウルということで、まあ、ことなきを終えたのは東京ヴェルディになりますが、さあ高井さん続きましょうか、はい、サポートをする際の距離をもっと近くしようと、そしてもう1点ボールを取りに行くとき球際をもっと強く行こうと指示をしています。やっぱり柳下さん、こう距離感ってあるわけですよね。そうですね、どうしてもカウンター気味になりますから、はい、ボール前行った時に早くサポートして、うん、まあ、セカンドボールも拾って2攻撃につなげるということもあるでしょうし、ね、はい、特にそれがもう2失点したわけですから求められるところでしょうね。そうですね、もうとにかくゴール目指していくしかありませんから、はい、入っていった中井です。10番をつけます。まあ、今シーズンがプロ中井も、まあ、昨シーズンから草津ですから2年目になります。プロ草津、その前はセレッソでプレーをしていました。さあここはまたベルリーのチャンスになります。コーナーキックです。ウォールがボールを取りますが土山の中に入っています。クリキ、ゼルイス、ディエゴ、さあいろんな選手がいる。あっと飛び込めないか、まだ浮いている。フラコシがいる。フラコシが落とす。ゴロメに上がる。ハットリいる。あっとクリアボールになった。まだクリア小さい。懸命のクリア。外から並びのシュート、あー横へそれたんですが、土屋も足は出なかったんですが、目の前を取るボールってのはなくても悔しいでしょうね。触れば1点というね、そんな表情を見せていました。ご覧のようなサポーターです。ベルディ2対0。ですからどんな相手でもそうですが、やっぱりこの初戦の戦い方の難しさはあるわけで、そういった意味でも大きな勇気を得ました。このベルディの2点目、見事な復帰の1点です。フリーキックの1点になりました。まあ、そういった意味では2トップが2点ですから非常にいい形を作ります。はい、その復帰です。いやだからやっぱ復帰もこれ元気いいプレーしてますよね、見てるとね。前だけではありません、もちろん守備にも行きます。服部、復帰、ゼロイス、その後ろ土屋、ゼロイス、どこへ出す、右へ持っていきますが、あーっとボールが出てしまいました。福田です。うっと激しいプレーは、そして続けられますか、ここはファールになりますが、今そしてベルディの選手が2人倒れていたんですが、船越も今立ち上がりました。大丈夫なようです。船越です。まあ、この間のプレーで、まあ、続けられていたんですが、まあ、ファールがありました。今ですからファールをしなきゃ危ないところでしたから ね、 そうですね、しょうがないファールのような感じでしたね今ね。さあここは2つのチャンスになります。地下がもちろん上がっていきました。佐田も上がっています。そして松浦、高田、エリアの中はまだ誰もいません。さあどういう形でプロフリックを取るのか、低いボールどこへ持っていく、地下の頭、その前にファウルがありました。地下のファウルでしょうか、ちょうどゼルイスに乗りかかるような格好になりました。ファウルを取られています。上監督また動くんでしょうか、はい、2人一気に変えてきそうですね、宇治原選手そして後藤選手が呼ばれています。なるほど、2人ともフォワードの選手になりますが、まあ、宇治原あたりは昨シーズンもそうですが、やっぱ高さというのは持ってますから、はい、そうですね、まあ、昨年は山形でプレーしている選手になります宇治原ですが、まあ、フォワードを当然増やしながら点を取るしかないわけですからね。あの前半何度かチャンスを作ったのはあのベルディの最終ラインの背後をこういいタイミングで動き出してそこを使ってるわけですね。こういう感じですよね、はい、飛び込むですから7番の佐田あたりがこの右サイドバックの選手さんとかやたら上がるというケースが多くなりますが、これやっぱり必要になってくるわけですね。両サイドはやっぱりあのサイド相手のサイドバックの背後を飛び出すということをまずやることですね、はい、そしたらこうだん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 サイドに広がってきますからベルディのディフェンスが、そしたら今度中央でもからもチャンスを作ることができますよね、はい、まあ、逆に言えばその多少薄くなってしまうサイドはしっかりカバーリングはしなきゃいけないということなんでしょうが、ただもう点を取るしかないという格好になってまいります。今0対2ですからね、はい、まず1点取りに行くために多少リスクはかけないといけない、はい、時間は13分を過ぎています。
服部、ここは一旦戻して戸川、無理をしません。そして土屋です。土屋からゼルイス、並びがボランチ、ワンボランチ一番後ろにいますが、さあそしてここはふっきりボールを寄せますが、ゼルイスが行きます。おっとボールカットする、力が出ていきます。ですから攻めた時の地下のこの高さというのも一つポイントになりそうですから、多少前がかりにはなりそうな気配もありますよね。そうですね、7 2対0です。船越、さあここからまたどういう展開を見せるか。船越ライン外へ出ていません、キープしています。平から上がって大野、月、ディエゴ、ななみ、あっと奪われた。ここは草津、さあここはカンター、一気に畳みかけた山崎が行く、そして右へ持っていく。ここは選手が2人いるが、どうだ、間に合うか。ああ、よく出しました。となよく出しました。いや、ここはまたお互い熱くなっていますが、今本当にあの音がよく戻ってきましたね。そうですね、あのボールも少し弱かったんですけども、はい、早く反応してボールに対して寄せましたね。シャツも右サイドは2枚いました、まあ、そういった意味では、まあ、懸命のプレーのこの戸川だったんですが、今まだ立ち上がれません。だから倒れる選手もこう何人か出てきているんですが、それをやっぱりタフなゲーム、そしてまたこの開幕にかける意気込みといいましょうか、やっぱり感じますよね。草津としたら、あのハーフタイムがありましたように監督からボーリングが厳しくいけと言われてますから、ね、今もう、ゴール前ですから、はい、もし自分のところに当たってこぼれたらもう決定的チャンスになりますから、ね、そして田中に今イエローカードが出ています。こちらは植木監督、そしてまたこの間にそれぞれ選手が水分を補給してまいりますが、まあ、気温も随分高くなっています。上田さん、本当にもう暖かいを通り越してますね、はい、暑いんですよピッチサイド、選手たちもこれかなり疲労くると思いますね。はい、この時期にしては確かに柳下さん、やっぱり暑いでしょうね。暑いでしょうね、開始前よりもこう雲が少なくなって、日差しがもろに選手に当たってますから、時間は2時19分、この時間あたりが本当は最も暑い時間帯になるわけですから、まあ、確かにそういう状況の中のこのゲームになります。上野さん、はい、そしてザスパクサツ、ここで選手交代です。宇治原選手が松浦選手と交代して入ります。そして、はい、山田、ごめんなさい、後藤選手が山崎選手と交代して入りました。山崎、そしてここに後藤が入るということになります。ですからこれでまあ3人の交代は終わりました。さあここはまたおっとフラッグが上がっていますが、フラコシオフサイドフラッグが上がっています。ですから草津の植木監督は今映っていますが、宇治原を入れました、松浦を下げました。もう勝負をかけたということですよね。そうですね、とにかくまず1点取りたいということですよね、はい、今左サイド入った後藤選手、まあ、あのかなりスピードありますからね、その個人的に相手の背後突破ということを期待して出したんじゃないでしょうか、うん、まあ、それと宇治原もこれターゲット的には大きな選手ですから、まあ、その辺の後藤のスピード、そしてまた宇治原の高さ、この辺が生かしきればまた面白くなりますが、さあここは服部がボールを入れます。スローインです。そして復帰です。復帰から中へ速いボール入る、ここはクリアになった地下です。嫌なボールが入りました。復帰からラボスリー監督です。前半0分の船越、そして後半3分の復帰です。2対0、復帰を持ったチャンスか、この辺りやっぱり強いですよね、はい、速いボールが行く、もう一回復帰、もう一回横へ出してゼルイス、シュート打ってくる、ちょっと弱いか、ゼルイスが行きました。まあ、去年は6月からこのベルディですが、15試合3点を取っていますゼルイスです。ここはクリア、服部です。ただベルディの攻めも当然多くなっていくと思うんですが、この本田が帽子をつけてないんですが、多少眩しくないですかね。どうですか、ただ帽子を嫌いな選手もたくさんいるんですよね。ですからね、ちょうど太陽がこの本田に向かって左45度から、まあ、差しているわけですから、
まあ、この辺からボールが高くなると多少太陽に入るような危険性もあります。ここからファールはないのか復帰です。なんで取ってくれないのというそういう表情なんですが、ラモス監督も主審に向かってアピールしています。土屋、船越、ここは松下、そして桜田、松下、そして右サイド佐田が上がっています。佐田中入れる、まだチャンスは続く。佐田がこれは高いボール、あっと池原からまだあります。遠い松下、松下飛び込む、そして浮かしたボールは切れていきました。スタッフとしたら今のような形を続けることだと思いますね、サイド突破して、宇治原の高さ生かすということもチャンスになりますから、まあ、おそらく上監督そのために入れたということでしょうからね。今佐田右サイドから来ました、今度左サイド後藤、行った時には今度ベルディも大変になりますよね、右サイド左サイドと、まあ、点を取ろうという意識は非常に高くなっています、このザスバクサツ。さあここも強い当たり宇治原です。中身も強い選手です。宇治原25歳、名古屋ユースですが、名古屋、新潟、鳥栖あたりでプレーをしていました。昨シーズンは山形、23試合2点です。ラモス監督、足当たりコーチ、ごめんなさん、はい、ラモス監督、去年はジャージでベンチに入っていましたよね。今年はやはりスーツで行きたいということで業者の方に早く作ってくれと頼んで特別に作ってもらったそうです。開幕だからというのではなくて、じゃあシーズンはそういう感じになりますかね。おそらくそういったことではないでしょうかね。そうですか、という気持ちが入っています。まあ当然 J1 昇格という気持ちの表れでしょうね。そうですね、さあここはまた右展開です。まあ、この後ろをどうやって崩していくのか、ザスパ草津、そして今また流れ的には草津の流れで来ていますから、多少ベルディとしても守りの意識が高くなっていますが、逆にそういった時にまたこう吹き当たりがどんどん行きますんでね。そうですね、前がかりになるとスペースたくさんできますからね、スペースがあって前向いた時の吹きというのは非常に強いですね。だから吹きがいて、そして逆サイドにこれ船越がいて、ある意味では2人で点が取れるような状況にはなりますよね。そうそう、で見てると草津の方も3人ほどね、残ってるんですよね、守備せずに、だからもうカウンターのために3人多分残ってるんで、ベルディの方しっかり一人一人マークついてカバーすること大切ですよね、だからサッカーには必ずあの時間枠ですが、その時間の中にも落とし穴は生まれるわけですから、そこをしっかりね、カバーしなければいけません。オーバーヘッド前を出す、おっとサイドラインが大丈夫、ここは高田が取りました。マクサス選手も高田もいいスタートを切ったんですが、ただここまでまだその高田の本当にいやらしいプレーは多々ある選手なんですが、相手へのプレッシャーをかけるようなプレーというのはそんなにまだこう高田出てないですよね。どちらかというと土屋サイドでプレーしてるんですよね、だから今のところ土屋にも抑えられてるという。なるほど、昨シーズンは12点を取ったストライカーです、高田、ここなわけですね、そうですね、2番の土屋と、そして高田です、次のマッチアップ。さあここもサイドエグル、ここはしかし取れません。船越を狙う、地下がマークに行っています。おっとここは194センチの船越、187センチの地下です。迫力ありますね、この2人は。わお、おすごい、しっかり体を使ってキープしようとしてますからね、船越という選手は高さだけが意外とこうクローズアップされますが、足元強いですからね。そうですね、しっかりキープ できますから、バーという声が今このピッチの中から生まれましたが、ラモス監督も前に出てまいります。
2対0。さあディエゴ、大野が行く、大野シュート、と入らないのか。福田ですよね、今ね強烈でした。さあ今度は草津、3対2、2対3ですね。ベルギー高田にボールが出る。高田土屋がマークに行く、中に入った、藤原その外から、佐田のキックが外れてしまいました。ノーチャンス、佐田のキックはノーチャンスになりました。まあこれがサッカーの面白いところですが、今福田のシュートでその後すぐですよね。そうですね、やっぱりあの草津3人残ってますから、ここをきっちりあのベルディとしたらマークしないと、今みたいなカウンターからまたカウンターというピンチになりますよね。ただこれはやっぱり決めたいですよね。皆さん、梅木監督もベンチの壁叩いてましたね。そうでしょう、分かりますよ気持ちが。この辺はやっぱり決めるか決めないかがやっぱり勝てるか、あるいは引き分けるか、それにつながるわけですからね。惜しい場面でした。ザスパクタス、ヒヤッとしたのはベルディ、そして大きな声を上げているのはナモス監督。見てる方としたら面白い、そうなんですね、場面でしたね、もうほんの数秒の間にシュートまで行って、ディエゴワンツーでもらって、そして服部が入れる。4番の田中が防いでいます。そしてゼルイスから福田が行きます。いや福田としてもなんか開幕戦ルーキーいきなり1点という感じだったんですけどね、惜しいシーンでした。ベルディとしたら今草津前来てますからね、背後のスペース取りやすいです、チャンスまた作れると思いますね。そうすると福田と服部ですか、この辺ですね。そうですね、ただ先ほども言ってますように3枚残ってるんですよね、草津が。そこのバランスをしっかり保ちながら相手の背後を突破できると本当にチャンスができると思います、さあここもオフサイドですか。右払いのボールはオフサイドになりました。2001年は新潟で40試合15点を取ったという、そういった経験を持っている宇治原です。一方は福田です。伸び伸びプレーをしていますが、もらったという強烈なんですが、クロスバー、クロス精度の高いクロス持ってますから、やっぱりシュートも、いいシュートを打ちましたね。ですよね。これゲーム終わってから非常に悔しい思いが募るんでしょうね。船越が追っていきます。地下がいます。船越、地下のこのマッチアップ、地下がボールを持ちます。ボールが出ました。スローインです。前半0分の船越、そして48分の復帰、前後半1点ずつのベルディです。だからベルディから言えば、あの前半も1点を取った後点がなかった、そして後半もその3分に入った、48分というタイムになりますが、この後の追加点ですよね。そうですね、ただ前半と違うのはもう明らかに草津がゴール目指してもう前へ前へこう飛び出してボールを運んでますから、そしてクロスが上がって佐田を狙っていきますが、服部のクリアになりました。確かそうですね。ですからベルディとしたら逆に落ち着いて、斜めあたりやっぱりゲームコントロールしてみんなを落ち着かせてやること大事になりますね。そういう時の7に今すった服部あたりはやっぱり落ち着きあるでしょうね。そう、分かると思います、やってて分かると思います、ね、さあそしてコーナーキックになりました。ザスバクサスのチャンスです。1点を取れば2対1、ゲームは分からなくなるんですが、その1点のこだわり、集中力、高いボール、宇治原の頭、ここはキーパー高木。さあそしてここは服部取りました。ディエゴからスルーして、ここは福田が行きます。福田からディエゴ、ディエゴから復帰が動いた、その復帰を狙っていく、ここは鳥塚マークに行きます。復帰が持つ、ボールが出ました。これはコーナーキックになります。1点して、今度はベルディのコーナーキックです。鳥塚、鳥塚もキャリア豊富です。34歳です。札幌でもプレーをしていますが、札幌草津、J1 の経験も持っています。
キティボールニアサイド、ちょっとミスキックがこぼれた、シャーッと土屋が決めました。なんと土屋、ディフェンダーの土屋が決めました。3点目。勝負を決定つける1点と言っていいかも分かりません。3対0ベルディのリードです。いや今のはですから多少見過ぎ気味かなと思ったところが狙いですか。ミスキックだと思いますけど、ただそのボールに対して反応早かったですね、いやもう一回見ましょう。この復帰からこの後ですね、あれクリアできなかったんです ね。中井ですが、まあ、角度ないんです。しっかりボール見てしっかりミートしてますね。本当ですね。今の時間帯、はい、こう落ち着きがなかったんですけども、この3点目で、ベルディの選手たちも落ち着き取り戻してまたゲームコントロールできると思います。そうですね。草津にとったら今イケイケだったの、こう出花くじかれたような感じになって、ちょっとこう前へ行くスピードがストップする可能性ありますね。はい、前田さん、ベルディに選手交代があります、佐藤祐介選手が名波選手と交代します。なるほど。という佐藤祐介、当然この人は左足も魅力を持っていますが、名波との交代になります。また名波とは違った武器がありますからね、左足の精度の高いキックとシュート力もありますから、名波の印象どうだったですか。やっぱり落ち着いて、ゲームコントロールしてないですよ、さあここがゴール前で上がります。土屋がいます。そして近い行きますが、さあ草津としてはもう敵が3点をリードされました。もう点を取りしかありません。地下が入れます。宇治原狙うか、シュート惜しい場面です。3対0。まあ、ゲーム的にはまあ草津はかなり厳しいゲームになっていますが、今の高田あたりも決めたいところでした。並みがここではお役目ごめんということになりましたが、やはりこうチームを引っ張るという意味でも非常にいいものを出してくれました。ラモス監督も言うようにやっぱりピッチの中の監督、まさにまあそういう仕事でしょうかね。そうですね。長いですからね、シーズン、ゲームも48試合ありますから、膝の状態、あまり良くないと思うんですよね、だからもうゲーム決まった時点で、復帰から折り返しボールは本田。ラモス監督はもうお役ごめんで、そうでしょうね。で終わった後もしっかりやっぱり声をかけに行くあたりが ね、まあ、この辺の信頼関係です。3対0。31分が過ぎています。服部から復帰を狙う、これも簡単に出されます。ここは勝負していいんじゃないですか。はい、その勝負か。おっとここは田中がいました。本当に前向いた状態で、しかもペナルティエリアの中に入って仕掛けられたらこうディフェンス難しいですからね、ボールを奪うのは。0分船越、48分復帰、そして73分の土屋。3対0、ベルディの3点リード。あとはベルディはこう3枚残ってる人間に出してる、もう1枚近くにいた方がいいと思いますけど、なるほど。そして今ディフェンダー土屋が入っていきました。佐藤のこのキックです。まあこの佐藤七海とは同じようなキックを蹴りますから、その今佐藤が懸命に戻っていきます。服部、まあ、いいところを狙ったんですけど、服部もいいカバーしましたね。佐田、ここからどういう展開になっていくのか。高田、ここは服部が勝ちました。ディエゴ、右空いていますが福田にはボール出ません。まあ、この後の展開としてはホームのベルディとしてはこれどういうふうになってきますか。かなり余裕が出ますよね。そうですよね。で草津もやっぱり1点取りに来ると思うんですよね、で先ほどからやっぱりスペースできますから、復帰あるいはディエゴが前向いた状態でそのスペースを使って突破ということを出てくると思います、
まあ、昨シーズンの開幕戦はベルディは徳島と対戦で4点を取って勝ちました。4対1でした。まあ、ですからベルディとしてはこうイメージ的なものを考えればやっぱり失点ゼロとなりますよね。そうですね、まあ、同じ勝ってもやっぱりこう失点をしてしまうとどうしてもその失点のイメージが残ってしまうとよく言われますが、速いボールを得ますが高田が行きますが戸川が余裕で対応しています。上野さん、はい、ベルディ井上選手が呼ばれました、はい、2人目のルーキー開幕デビューということになりますね。法政大学の出身です。井上です。船越選手と交代します。なるほど。175cm は23歳、果たして上背はさほどではないんですが非常にスピードがありますし素晴らしいものを持っています。非常にあのトリッキーなプレイヤーですよね、この人はね。船越そしてここは服部キーパー高木一人なんと危ないところですが後藤が打ってきました。あの辺の後藤のスピードもちょっと注意しないといっちゃいますよ ね、 そうですね、今服部がバックパスする前にも狙って動き出してましたね、はい、松下から中井中井さあここでどうしていくかですが本当倒れますが高田、まあ、これは非常にもったいないですね。今はここベルディの守備、はい、こう周り囲みましたよね、ボールをポジションに対して。そして先制点を叩き出した船越が今下がっていきます。まあ、船越得点はもちろんですけども、はい、その中にそのボールのないところでの動きが非常に多く攻撃も守備もチームによって非常に貢献してましたね。あのチームの中でやっぱり競争しているんだなというのはなんか分かりましたよね。そうですね、チャンスをものにしたいというのが、はい、ゲームに出てましたね、うん、さあ井上がどんなプレーをするかも楽しみです。逆に言えば井上出せる状況になったという展開ではあるわけですね。そうですね、はい、監督としたらラグな状態でこの新人を使えるということですね。そうですよね、新人というのは勢いありますからこれまた点に絡んでくるとまた今シーズンから、ね、はい、楽しみになりますから。法政大学でも中心になってプレーをしていました。並びにも笑顔がこぼれています。これからも満足度、まあ、100% 近いでしょうね、まあ、そういう展開です。だからこそベルディとしてはこのホームゲーム国立でやっぱり0点に抑えて勝ちたいという、まあ、これも一つこの後の時間的なものを考えれば、まあ、目標設定になるか分かりません。鳥居塚中井ずっと佐藤が行きましたがファールがありました。佐田が倒されました。そして早いリスタート、ここは中井です。中井から長いボール1本出した。一気に持っていきますが後藤が行きました。ここは土屋をついています。土屋この辺も面白いところなんですが2人で囲んで最終的には白目取りました。3点あるから余裕ですよね、うん、ですね、まあ、コーナーでなければスローインだったら怖くないということでしょう。さあそしてここは一時はやっぱりいいカバーいい仕事してますよね、はい、最終ラインで。さあ田中のロングスローです。こぼれている。おっとここはクリアボールになりました。佐藤のクリアです。そして前線にはこの井上がいますが井上スピードを持っています。大事ですからね、はい、そして復帰ディエモの中に入った佐藤は入っていきます。復帰はここは取られない。もう一回取り戻す。そして横へ出して佐藤です。佐藤さあそして井上が行って井上勝負おーっと出てシュートというこのシュートシーンですがいかがでしょうか。初めてあのボールに触ってそのままシュートに行ったということは非常に本人もこの後残っている時間いいプレーできるんじゃないでしょうね、うん、落ち着いて、
そうですね、本当に、はい、多分、ね、もうボールを受けた時にはシュートというイメージできてたと思います。なるほど、上田さん、この間で交代です、永井選手が入りました。大野選手と交代しました。ベテラン永井が入ってきました。さあ、この間にコーナーキックチャンスはベルディ。ここはクリアボール、まだ追っていきます。その永井です、38歳です。長いチャンスは長いルーズ、さあシュートだ、シュート決まった。4点目が入りました。今度はディエゴ、4対0となります。いやー、ベルディのいいところが出ています。長いですよ、また入ってすぐ。そうですね、右サイドで復帰から、はい、長井がいいタイミングで背後を走ったところでボール出て、完全に崩しましたよね、ここから、はい、なんか3人ぐらいフリーじゃないですか、本当誰が打ってもというタイミングでありました。4対0となります。入ってすぐの長井です。そしてディエゴの右足炸裂しました。4点目が入っています。前半、おっとここは宇治原持ちました。逆サイド佐田が入っていきますが、4対0、ベルディにとっては本当に最後ゼロで終わるという、そこが、はい、今日のゲームの最終的な目標になるでしょうね。ですから、まあ、こういった中でのセットプレーは要注意になりますが、ただ草津としてはこれで終わりたくないですからね。1点でも取って次のゲームにつなげたいですね。中井が蹴りました。そして高いボールで、ここはおゼルビスが思いっきりボールを出しました。まあ、これはなんかセーフティーファーストという、とにかく出そうという気持ちが入っていましたが、地下のマークですからね、絶対にやらせないという感じですよね、はい、その地下が後ろに行きますが、とここはニアサイド、これも出していますが、さあもう一回中井です。中井からクロスが入っていく。さあそして地下が待っている、その地下の頭、高さではマクライというプロ地下です。ボールキックに変わります。上田さん、はい、まあ、大量リードを許している草津なんですが、もうサポーターの皆さんがね、本当にもう声を出し続けているんですよ、おそらくピッチ上の選手たちにももう十分届いていると思いますね、はい、気持ちが伝わってくる応援です、さあ時間は残りもう5分を切っています。4対0です。まあ、J1 という目標設定を置いたこの東京ヴェルディが開幕戦でもう4点を取りました。ここはファールになります。そしてイエローカードが佐藤ですね、佐藤に出されました。後ろから足に行ってしまいました、ね、まあ、ですからヴェルディから言えば、まあ4対0ですから、この後はまあイエローカード等はもらってほしくはないという、まあ、よくそう言うんですが、ただ逆に失点はしたくないという気持ちが強いですからね。佐藤もね、途中から入って、はい、この、まあ、残り少なくなりましたけど、この中で自分のプレーを出したいでしょうか、はい、低いボール松下から行きました。ここも土屋強いです、ね、そして田中が飛んでいる。ここも懸命に戸川のクリア、ちょっと小さいか、まだ草津がボールを持つか。ここは最後はゼルイス、そして縦一歩置きますが長い、ここはカットされました。地下がいます、地下から右サイドを出そうというところですが壁があります。佐田、7番の佐田、おーっとこれはファウルになりました。ディエゴ、そして早いリスタート、思い切り打ちました、ここはなんとか落ち着きます。高木、さあそしてまた攻めていきますが、あっともう一回草津に行きます。長いボール入って高田待っていました。その前の宇治原、ここも跳ね返したのは土屋です。長井が行く、長井が持つ、4点目を演出したこの長井です。これが前ディエゴ、もう一回長井、長井から後ろへ下げる、そして服部です。服部がキャプテンマークをつけます。長いボール、ここは井上が追っていきますが、そのままタッチラインです。植木監督、4点を失いました。非常に厳しいこの戦いの開幕戦になっています。あと残りも2分を切ります。88分が過ぎています。
まあ、ロスタイムを含めて もう5分ぐらいだと思うんですが、まあ、確かにこの間に1点が欲しい草津と、まあ、なんとしてももう4点ありますから5点目よりは0点に抑えたいという、そうですね、このベルディですよね。名前の2人、3人ぐらいで仕掛けて、あとしっかり守ろうという感じになると思いますね、はい、ベルディの方はね。高木、長井、ディエゴ、佐藤、佐藤、後ろからここはファウル出してボールを取ったのは草津、鳥居塚。さあここから田中にボールが入りました。高田、大きな声は高田です。まあ、当然草津の各選手は苛立ちも出てまいります。田中が入れます。佐田が動いていますが、その佐田が出てきます。服部から、さあそして井上、井上復帰が出た、さあ振り返った、シュートは左足決まった、5点目、5対0、今日2点目の復帰、ダメ押すゴールになりました。ベルディの5点目が入っています。89分、復帰のゴールはなんと開幕戦の5点目です。奈良にもご覧のような表情、余裕があります。いやー、今も考えたらさっきの4点目は長いですが、これまた井上ですよね。いいコントロールして、でいいタイミングで本当にあの復帰に出しましたよね。はい、で復帰も落ち着いて冷静に決めました。でここで一旦止まったんで、ね、あれと思ったんですが、その後ですね、明らかに左へ持ち替えて、シュートっていうのを考えてました。はい、そしてアルシナタイムが2分と出ました。約2分取ります。いやーです、おっとここは裏、佐田から入っていくが壁があった服部です。服部、服部、服部、そして前に出しました、ね、長井、この辺はうまい。いやだから井上あたりも非常にいいタイミングで入ったということですよ ね、 そうですね、伸び伸びできてますもんね。法政大学のルーキーです。時間はもうありません。アディショナルタイムでは入っていますが、あとはとにかくこの5対0で終わるかどうか。5対0で終わったらベルディも最高の開幕になりますね。あの前半はデーフに1点を取った、その後はまあなかなか追加点がなかったんですが、まあ、後半でなんと4点です。今日2点を取りました。48分、89分、後半の2点です。その復帰、佐藤が行きます。回り込んでいきますが、うん、佐藤狙ったんですが、鳥塚。さあここはまたボールを取って佐田、奈良美、まあいい仕事をして、そして余裕で見ているという、その中でまたチームが追加点、なんと5点になりました。服部が出ます。復帰がいます。服部に出します。そして井上に預けます。ここはクリアボール、これをつなげるか。佐田、服部、前出す。ここは壁がありますが、ゼルイスボールが出ました。まあ、それぞれの表情にも本当に余裕が出てまいります。もう時間はなくなっています。アディショナルタイムがなんと2分しかありません。草津もとにかく1点という意思を報いたいんですが、さあ裏を取れるか、どうだ。キーパー高木が出てまいりました。そして笛が鳴ります。この開幕戦 J2 リーグ、東京ヴェルディがこの国立というホームでなんと5点を取って勝ちました。5対0でまず開幕勝利になります。最高のスタートを切れたんじゃないでしょうかね、ベルディにとって。本当ですよね。あれだけ苦しんだ前半、後半は4点ですからね。まあ、あの2点目が入って、はい、その後草津が出てきて、草津もチャンス作ったんですけども、そこでなんとかしのいだ、はい、その結果3点目入って、
すごく楽な展開になりましたよね、ベルディにとって。いやラモス監督もこの開幕の前はコピピリするようなナーバスな、そういった状況が多かったんですが、まあこれからインタビューはもちろん笑顔でしょうね。そうですよね。まあおそらく予想以上の、まあ、チーム各選手の活躍があったと思います。放送席勝ちましたベルディのラモス監督にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。新生ベルディ2007強いなと、5対0という結果でした。感想をお願いします。いやまだ強いと言えませんけど、まあ、とにかく試合試合すすすすにもう全力で戦っていきたいなと思ってるんですけど、はい、まだ始まったばっかりです。新加入の4選手が5得点です。このあたりはいかがでしょう。まあやっぱり彼ら褒めるしかないですよね。まあ、期待通りにその自分の期待が裏がな売りが売り裏がな裏切らなかったことがすごい感謝しているの、まあ、そうですよね。まあ、最初がね、彼らはすごいプレッシャーあって、ベルディ新しいベルディに来て結果出すぐ結果出さなきゃいけない状態で来てくれてるから、ね、その期待が答えが出してくれたからすごく嬉しいなと、うん、そしてベテランの七海選手、服部選手、そして土屋選手といったあたりの働きも素晴らしかったと思います。もう100点満点ですよね。まあ、七海ももうちょっとねやりたいという顔がしてましたけど、まあ90分待たせるよりは大事、できるだけ多くの試合出てもらいたい、ピッチの上で立たせてあげたいから、その意味でもちょっと、うん、今回のちょっと最後の15分ぐらいに、佐藤祐介ちょっと交代して、まあやっぱり4人とも精一杯、まあ、余裕はなしでも精一杯やってくれたことはやっぱ感謝してる。交代選手も含めていい動きだったような気がしますね。そうですね、そう熱くなったから、ね、これからもそんなねたくさんチャンスを与えるわけじゃないけど、準備だけしていて、チャンスが来た時にやっぱそのチャンスにものにしなきゃいけないなと思うんです。そういう今回のテーマだから、まあ、みんな、一生懸命やってくれたんじゃないかなと。序盤連勝できそうですね。まあそのために練習をこれから続けていかなきゃならないなと思ってますけど、はい、ぜひ頑張ってください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ラモス監督のインタビューだったんですが、柳下さん、はい、まあ、確かに、ね、最高の形ですから100点満点という言葉は当然出てきますよね、はい、選手ね、本当に監督が期待した通りのプレーをしてくれたと思いますよね。いろんな形のスタートはあるんですが、本当にもこれ以上ないスタートということでしょうね。そうですね、本当に前半の1点取って25分過ぎくらいから、はい、まあ、ボールは持ってるけども崩しきれなかったと。そのプレー以外は、まあ、放送席、はい、ベルディの今シーズンファーストゴールを挙げました船越選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。移籍をしてきてまず、まあ、ファーストプレーといえるようなプレーで得点を決めることができました。いかがでしょう。そうですね、まあ、たまたまですけど、まあ、まだ1点ですし、ただ1試合勝っただけなんで、これを続けれるように頑張っていきたいと思います。とは言っても5点の、ね、この5対0という勝利の口火を切ったわけです。そのことに関してはいかがでしょうか。今日1日だけは喜んで、また明日から切り替えて、1年間通して頑張れるようにやっていきたいと思います。開幕戦、多くのサポーターがこのように、ね、拍手をくれています。皆さんに一言お願いいたします。これからもまた、たくさんのサポーターの方に応援に来ていただいて、一緒に勝利を分かち合うことができると嬉しいんで、よろしくお願いします。おめでとうございました。先制ゴールを挙げました船越選手でした。放送席、続きまして今日は2得点です。復帰選手です。おめでとうございます。apoiando nosso time do começo ao fim, a equipe toda está de parabéns. Vamos continuar assim, né, que tem bastante jogos pela frente agora e espero trazer mais alegria para a torcida do Verde.
ありがとうございます、最初から最後まで応援してくれたサポーターの皆さんのおかげです。これから最後までよろしくお願いします。それにしても2点目が欲しいところで取った2点目、そしてダメ押しの得点、ご自分では自分のプレー何パーセントぐらい、どのぐらい満足しているんでしょうか。Eu acredito que não joguei tudo que eu sei, né? Devo muito ainda à torcida do Verde, né? A diretoria confiou em mim, me contratou. Então espero estar mostrando mais ainda do meu futebol, né? E tem bastante jogo pela frente aí, como eu já falei, e cada jogo melhorando mais.まだ始まったばっかりなんで力のすべてを発揮できてないというのは確かなんだけど、ですからこれからサポーターの皆さんにもまだまだ期待してほしいと思います。去年は1点差で得点を逃しました。今年の改めて目標をここで表明していただければなと思います。O objetivo maior é ser campeão com Verde, subir a primeira divisão e comemorar junto com a torcida.ベルディと一緒に優勝して J1 に上がってサポーターの皆さんと大騒ぎをしたいと思います。見事な2得点でした。フック選手でした。おめでとうございました。ありがとう。まあ、船越そして松木というこの両選手のインタビューだったんですが、まあ、それぞれがやはりこう気持ちの方はもちろん入っていますし、まあ、それが結果として残せたわけですから、まあ、柳下さん両選手にとっても言うことないでしょうし、はい、で船越も今日は喜ぶ、明日からまた気持ちを切り替えるという、まあ、本当長いシーズンを変えればそうなっていくんですよね。そうですよね、本当にレギュラーをあの確立されたわけじゃないんで、はい、まだまだあのライバルたくさんいますからね、チーム内に。だから1試合1試合大事に本当に自分の力を出していくということが大切になるでしょうね。まあ、その5点を取ったんですが、その中にはディフェンダーの土屋の1点もあるんですが、まあ、それぞれやっぱりなんかいい仕事をしたなというところでしょうかね。やっぱりこう見てるとね。そうですね、ふわこれすごかった。これあの柳下さんがね、あシュートもありますよと言ったそのすぐ後だったんですが、はい、左足外にかけて綺麗に入ってきました。30メートルぐらいあのゴールする力ありますからね。あの助走を見ると多分少しアウトサイドにかけた感じでゴール狙ったんじゃないですかね。狙い通りですよね。そうですよね。逆に言えば本田はもう完全にボールが消えたということですか。見えなかったでしょうね。という、まあ、とにかくベルディのいいところばかりに出たといえばそんなゲームだったんですが、まあ、最終的には5対0でベルディが勝ったゲームです。この放送は国立競技場からお送りしています。スカパー、E2 by スカパーをご覧の皆様、スカパーは J1、J2 全部生中継、入れ替え戦を含めた全620試合をライブでお届けします。ご覧の3つのセットをご用意。さあスカパーで J リーグ三昧。 E2 by スカパーは J1、J2 録画放送を含め全試合放送予定。 J1 注目カードは毎節ハイビジョン生中継です。白熱の J リーグを見逃すな。詳しくはこちらカスタマーセンターまで。Leaps up and makes the catch. There it goes. See ya. It's hit in the air toward left field. Deep. Way back. It's gone. And the magic continues. スカパー MLB Live。欧州クラブチームの頂点を決める戦い、UEFA チャンピオンズリーグ。今シーズンのハイライトはこの番組だ。詳しく分析。来週木曜夜9時から生放送やってます。さあそれでは今日の試合のハイライトをご覧いただきましょう。こちら柳下正明さん、リポーター高井京香、実況上田からお伝えしてまいりますが、さあ柳下さん、はい、まずおそらく今ボールを持っていきますが、フッキー、そして中井、手繋ぐシュート、もう一回いった、決まった決まった、いきなり来ました船越、ベルディが1点を先行。なんとなんと早い早い1点です。始まったばかり、東京ベルディが先行しました。なったんですがボールは取りますが、ここでまたプレスをかけます。そしてフッキリボールが来ました。ここはディエゴいます。ディエゴ右サイドに船越、シュートを狙いました。かスルバスが松浦、松浦から今中に入った高田、その前の山崎シュート。
さあここは復帰のボールを蹴ります。シュートもあるかもしれないですね。直接、はい、壁は3枚です。左足狙った決まった。ものすごい弾道でした。あっけに捉えていますが本田、大きなまた追加点、復帰のフリーキックです。J1 の経験も持っています。シティボールニアサイド、ちょっとミスキックがこぼれた。シャーッと土屋が決めました。なんと土屋、ディフェンダーの土屋が決めました。3点目。その長井です。38歳です。長井チャンスは長井ルーズ、さあシュートだ、シュート決まった。4点目が入りました。今度はディエゴ、4対0となります。服部から、さあそして井上、復帰が出た。さあ振り返った、シュートは左足決まった。5点目、5対0。今日2点目の復帰、ダメ押すゴールになりました。手が出てまいりました。そして笛が鳴ります。この開幕戦 J2 リーグ、東京ヴェルディがこの国立というホームでなんと5点を取って勝ちました。5対0でまず開幕勝利というハイライトをご覧いただきましたが、いやどのシュートも本当になんかヴェルディからればスカッとする今日の空のような、なんかシュートですね。そうですね、やっぱりいろんな形から得点取ってますからね、しかもまあ復帰は2点ですが、その他それぞれがこういいところを見せてくれたわけですから、まあ、今日のゲームに関してはまあ開幕戦、本当にあの48分の1かも分かりませんが、でもヴェルディからいえば J1 昇格という大きな目標、その中でものすごくいいやっぱりスタートを切ったということですよね。上田さん、はい、本当に48分の1じゃないですよね、あの選手たちの表情も本当にも笑顔で、一試合勝ったというだけの表情ではありませんでした、あのサポーターの皆さんの前に選手たち挨拶に行ったんですが、全員が一斉に手をつないで挨拶をしていたんですね、その後ろ姿を見ただけでも改めてチーム一丸となって今季戦っていくんだなということを感じさせてくれました。本当に素晴らしい勝利でした。まあ、ホームですから、まあ、去年も4対1で勝っていますが、今年はそれ以上です。5対0で勝ちました。さあそのヴェルディなんですが、今後の対戦です。ご覧のように第2節が愛媛、これアウェーです。そして仙台もアウェーになります。で、セレッソ大阪が第4節がこれはホームで戦います。まあ、この後ですから第2節、今日が良かっただけになお大事なゲームになりそうな、そんな気がしますね。一方の草津の方です。ご覧のように徳島、水戸、そして鳥栖という形になりますが、徳島、鳥栖、これはホームゲームになります。まあ、この辺で、まあ、今日のこの負けはやはり払拭してほしいなという、そんな気がいたします。これが第2節の対戦カード、ご覧のようになっていますが、全試合です。10日11日ご覧のように6試合が行われます。どうぞお楽しみに。さあそれではスカッパーからのお知らせがあります。今日行われたゲームをハイライト形式でお送りする J リーグアフターゲームショーですが、その日の激闘を J1、J2 全試合速報でお送りします。どうぞお楽しみに。またスタジアムへ行こう合言葉にお送りする J リーグナイト07プレビューショーですが、今映りました各クラブの最新情報や監督選手インタビューなどをお送りします。来週の放送予定はご覧の通りとなっています。なお詳しいスケジュールですが EPG などで確認をお願いをしたいと思います。ということだったんですが、簡単に一言。はい、やっぱりヴェルディの攻撃力、はい、これが今日のゲーム出ましたよね。でいいタイミングで得点取れて、はい、でいいリズムでゲームや進めることができたということですね。はい、という柳下正明さんの解説、リポーター高井清香、そして実況上野明でお伝えしました。ヴェルディ見事に勝ったゲーム、この放送はこの国立競技場からお送りをいたしました。